どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ツイステッドワンダーランドの続き、メインストーリーやっていきたいと思います。前回はね、リディアがシルバーを育て始めたっていう衝撃の事実がはっきりと分かって、でシルバーを育て始めて、なんか少しずつねシルバーが成長してきたみたいなところで終わりましたね。マップも20分の16ということで、ミスティウムも回復したんで、今回でこの闇突破できればなと思います。じゃあ行きましょうか。ここはまた森の家の風景。実家シェルバーとリディアの。もう見たくない。どうしてこんな。いやー、シェルバーめっちゃ辛いよなこれ。ほれシェルバー、あーんじゃあーん。わあ、でもリディアがさ、頑張って愛情いっぱいで育ててるよ。父の次はクタクタに煮詰めた穀類や野菜だけ。本当にこれでちゃんと育つのか。人間の育て方の本にそう書いてあったのだろう。妖精である僕らが余計なことはしない方がいい。なんかマリウスすごい真面目にさ、子育てやってるな。なんか良くない。なんか、まあ、書いてあるんだからそうなんだろうみたいな、真面目育児タイプみたいな感じするじゃん。花の蜜で育つよりさ、よっぽどすごいと思うけどな。でもお主は幼体の頃から骨付き肉やら魚やらを山ほど食べておったし。すげえ、ドラゴン。僕はドラゴンだぞ。か弱い人間と一緒にするな。腹が減ったら泣き、腹いっぱいになったら寝る。赤ん坊はドラゴンも人間も似たようなもんじゃ。おお、ペロッと一皿平らげた。うまかったかシルバー。なんかパパとママじゃん、もうマジで。よしよし、いい子じゃ。たくさん食べて寝て、大きく育てよ。大きく育ってシルバー。しかし毎日同じ味ばかりでは飽きてしまわんか。次はもう少しアレンジして。おっと、これまずいんじゃない。止めてくれ誰か。栄養がつくと言われている鎧ネズミの肉や黒い森の粉もスープに混ぜてやるべきじゃろうか。やばい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 よ、マルス助けて。それはやめておけ。城から定期的に赤子用の食料を運ばせよ。ありがてえ。今シルバーがいるのマリウスのおかげだわ、これ確定。お前だけに任せておくのは少々不安だ。危なかった。お、人間を嫌っていたお前がどういう心境の変化じゃん。この赤子が弱ればお前が悲しむ。違うのか。お、なるほど。お前は優しいなマリウス。そういう理屈ね。親父のマレウス様、俺は ちょっとこんな時に闇来るなよ。証拠にもなく現れたか。消えろ。行くぞ。覚悟ができているなら武器を取れ。どうしようかな。いいだろう。いやもう絶対弱点じゃん次。いいだろう。よそ見か。証明しよう。結構食らったね。回復したい。うわー、2ターン目。水。許可しよう。火。そうしよう。これでなんとか。無理をしてもいいこと。なんか、よかったー。気が来たらどうしようかと。よし。いや、早いうちにさ、継続回復とか来てほしかったけど、来なかったねー。リドル君。そうだね。反応はなし。かわいそうにね。やばい、暗闇結構きついね。すごいミスするじゃん。オッケー。こうかな。何やってんの。行かせない。ほら、何してんの。あぶな。ほら、僕は誰よりも正しい。
ちょっとこの後ボスが控えてるとしたら、もしかしたら危ない感じだな。回復マスないかな。あ、ストーリーだ。行きましょう。ちょっとすくすく育ってんじゃない？ここじゃシルバー。珍しいな。お主がそんな大声を出して。トト、見てこれ。あ、これは。おお、これは立派などんぐりの腕輪じゃ。え、こんなの大事にしてたの、リリア。大きくて。形が揃っていてツヤツヤで。さてはお主、どんぐり拾いの天才か？リスたちと一緒に集めたんだ。キツツキも糸を通すのを手伝ってくれて。ちょっと幼少期シルバー可愛いな。これトトにあげる。マジか。わしに？あのね、どんぐりのお守りを持ってると元気で長生きできるんだって。カシノキの妖精たちが教えてくれたんだ。トト、ずっと元気でいて、それでずっと一緒にいようね。こんなん言われたらたまらんな。わしの長寿を祈ってくれるのか、人間であるお主が。トト、どうしたの？どこか痛いの？こりゃ嬉しいよ。なんでもない。こちらにおいで。トト、そんなにギュッとされたら苦しいよ。いや、これリリアめっちゃ嬉しかったんやな。最高の贈り物じゃ。このお守りがあれば、あと千年は生きられそうな気がしてくる。ありがとう。大好き。足もじゃよシルバー。いや、めっちゃいいじゃん。あのどんぐりのブレスレット、寮で部屋を片付けている時に見つけた。あれは俺が送ったものだったのか。すっかり忘れていた。これはわしが過去に賜ったもので、一番価値のあるものだ。すごい嬉しいじゃん、こんなこと言ってくれて。リリア覚えてんだな。捨てるなんてとんでもない。マレウスですら羨んだお宝じゃぞ。ボロボロになったどんぐりなんて価値があるわけがない。なのにどうしてあなたはあんな嘘を。続く。いやー、いろんなことがわかるな。シルバーもさ、いいやつだからさ、やっぱしみるよね、こんなの知ったら。行きましょう。シルバー？どこじゃシルバー？こんな雨の夜に家を飛び出すとは。あやつ、そんなにショックだったのか？何があったんだろう。わしと血がつながっていないことがもうとっくに気づいているものだとばかり。いや、違うな。うやむやにしていたのはわしじゃ。え、何これ、言ってたんだ。真実を伝えてシルバーが悲しむ顔を見る勇気がなかっただけか。何歳ぐらいの時の話なんだろうね。いつの間にわしはこんなに。とにかく一刻も早くあやつを見つけ出さなくては。シルバー、返事をしろシルバー。こんなこともあったのか。ゴールド、行きましょう。
系。血がつながっていなくても俺はずっとあなたの息子だと思って生きてきました。うん。でも、もうあなたの息子だなんて名乗れない。ああ、そうなっちゃうかシルバー。心から愛せるわけがない。銀のフクロウの、夜明けの騎士の子供だなんて。いや、これ一回さ、リリアと話してほしいな、シルバー。愛せるわけがないんだ。マップクリア。いや、これ闇から脱出できたんだろうか。どうなんだろう。じゃあ続きやっていきましょうか。追憶ペアレント。もう歩けない。歩きたくない。シルバー、ごめんなさい。親父殿、マレウス様、俺の夢はいつかあなたたちを守れる騎士になることでした。でもその夢はもう。へえ、そうだったんだ。こんなところにいたのか。あ、右大将。この声は。やっと見つけたぞ、夜明けの騎士。え、夜明けの騎士だと思われてる。違います、俺は。え、あ、この姿は。なんで、なんで。よくもマレノアとレバーンを。お前だけは俺がこの手で。え、夜明けの騎士の中に入っちゃったのかな。親父殿、俺は。お前に親父などと呼ばれる筋合いはない、人間。どうなっちまってんだ。え、弱い者いじめの覚悟ができて。え、武器を取る。おいおいおい、これどういうこと。いいだろう、勝っても負けても辛くないか。つか、これ勝ったらまずいだろう。ええ、そうしよう、わかった。仕上げ、無理をしてもいい。遅いんだよ、後悔するぞ。まるで寝てどうだ。てか、マレノアのこと何にも言われてないけど。わかった、負けちゃったのかな。どういう負け方したんだろう。異論はない。足をして、アギャーわめくる。逃がさねえぞ。シャー。ああ、リリア負けちまうよこれ。異論はない。いいだろう。無理を仕上げだ。アギャーわめくる。いい勝負してるけど。めんどくせえな。終わった。お、負ける？わかった。どっちが勝つんだ？仕上げ、無理を仕上げだ。身の程を知る。夜明けの騎士。感謝する。また一つ強くなった。ええ。さすがは銀の袋一と歌われるだけあるな。だがまだまだ。やめてください、俺はあなたと戦いたくない。もう二度とあなたの前には姿を現しませんから。ええ、何を今さら。時間は戻らない、もう遅い。はあ。いや、え、さあ、お前もマレノアたちの元へ送ってやる。覚悟しろ。まさか夜明けの騎士倒したのかな、リリアが。え、どうなってんだ。
親父殿の姿が黒く溶けていく。そうか、あれは俺の心が作り出した闇、悪夢か。もう疲れた、闇よ、俺を沈めてくれ。シルバー、帰ってこい。立て。お、え、この声は立ち上がるのだ、親父殿。これはリディア。敵に背を向けて逃げても構わぬ。掟破りの卑怯な手を使っても構わぬ。あ、ただ一つ、生きることを諦めるな。立て、シルバー。え、己の足で。うわー、頑張れ頑張れシルバー。なんだか応援しちゃうよお前。おい、いや、よかった。見事じゃ、シルバー。それでこそ、この声も、俺が都合よく作り出した幻なのか。どうなんだ。俺はどうしたらいい。続く。いや、シルバーどうなっちゃうよ。ストーリークリア。何？また闇の中に入っていくのこれ。暗闇サーチ行くか。あ、今度はセベクなんだ。4人選ぶか。まあこのメンバーかな。行きましょう。オッケー。どれぐらいのマップなんだろう。うわ、また先が見えないタイプ。今度はセベクパターンですね。ちょっとやってみようか。下から行こうかな。オッケー。見渡す限り真っ暗だ。ここは一体どこなのだろう。俺たちも闇の中飲み込まれちまったのか。いや、立ち止まっている時間などない。早くシルバーを見つけ出し、リリア様たちを追いかけなくては。まあやっぱりそうなのかも。はい、右下。あ、プライム向こう。これ早くゲットしたいね。これ行きましょう。オッケー。この勝利、我が王に。元気いっぱいすべく。ブクブ。去れ、貴様らにかまっている暇はない。あ、グリムもいる。お、なんだ、暗闇に光が。これは、え、俺たちもこの記憶見れるのか。景色が変わったんだぞ。不思議なことがいっぱい起こるな。可愛らしい家が見える。あ、寒くなくなったんだ。家が見えるにしよう。あれはリリア様が住んでいらした森の家だ。ああ、やっぱスベック知ってる。つまりこれはリリア様の夢の一部か。そうかも。わしがお主の孫に武術の稽古を。あ、鈴木か、まさか。はい、バウルの声。この声はリリア様とおじい様。そうだね。娘夫婦の長男と長女は武術に興味を示さなかったのですが、最近生まれた末の子が将来私のように王宮この絵隊に入りたいから稽古をつけてほしいと。セベクのことなんじゃない。なるほどの。しかしなぜわしに。現役でこの絵隊の顧問を務めているお主が稽古をつけてやればよかろう。いえ、その身内だとどうしてもなんというか。手心を加えてしまうか。
お主らしいな。相分かった。その役目引き受けようではないか。なんかバウルおじいちゃんじゃん。かわいいね。ありがとうございます、右大将殿。おいバウル、わしが右大将を退いてから何百年経ってると思っとるんじゃ。なんかよくない、昔の相棒同士みたいな。申し訳ありません、昔の癖でつい。わしの後継をお主が務め、そのお主もすでに引退して顧問をやっとるというのに。してその末の子というのは何歳になる？今年で7つになります。7つか。うちで預かっている子供がちょうど同じくらいの年じゃ。おお、いいじゃん。きっと良い練習相手になるじゃろ。名は？お、セベクと申します。来たね。セベクか、凛々しい名じゃ。お主の孫だからといって甘やかしはせんぞ。ビシバシ行かせてもらう。これ本当のビシバシだもんな。おもろいよな。はい、鍛えてやってください。お主の娘が結婚相手に人間を連れてきた時はどうなることかと思ったが、お主も丸くなったもんじゃの。いやー、ちょっとバウル怖いからな。よく認めてくれた。私はまだあの軟弱な人間の男を認めたわけではありません。え？ただ孫に罪はありませんので。ちょっとこんなことを知るとは。おじい様、読書、養成後、そしてリリア様への弟子入り、おじい様や家族の支えがあって今の僕がある。それはきっとあいつも同じはずなんだ。どこにいるんだシルバー。いや、これセベクがなんとかシルバー助けるかな。もしや。続く。ちょっと敵だらけで困ってんだけど。ちょ、順番に行くか。上、真上行きます。オッケー。マップ広がんねえかな。どこもかしこも真っ暗で何も見えねえんだぞ。シルバーのやつどこに行っちまったんだ。プププ後ろ。子分は下がってるんだぞ。お前やる気あるのか。役に立つじゃん。ここちょっとぐるっと行ってね、道を開いていきたい。シルバー、どこにいる？シルバー。そう、シルバーどこだ。おいセベク、そんな大声出したら闇が近づいてくる。ほら見ろ、闇が寄ってきちまったんだぞ。どんどん行きましょう。クリア。じわじわ削られるね。あ、なんかあるよ。報酬獲得か。とりあえず周り一周するかな。頑張れグリム、セベク頑張れ。あらかた敵は倒せたようだな。シルバーのやつ、こんな敵がうじゃうじゃいるところに一人ぼっちでいるのか。心配よ。シルバーがあの程度の相手に遅れを取るなどありえん。リリア様が直々に鍛え上げた男だ。必ず無事でいるに違いない。セベクのこの信頼感いいね。貴様らこそもたもたして僕からはぐれるなよ。え、頑張る。置いてかないで。はい。あ、広がった。下行くか。OK。いや、これ全部開けるの結構大変かもな。この辺りにシルバーの姿は見当たらないな。シルバーは夜明けの騎士の顔を見たことで闇に飲まれたようだが、あの二人本当に顔が似ていた。ああ、セベクまだ知らないのか。まさか夜明けの騎士はシルバーの遠い祖先なのか。
遠いどころか、おい。僕が考えても仕方がないことだな。リリア様とシルバーは師弟であり、家族だ。分かっているのはそれだけでいい。いや、セベクなんかいいやつ。なんか本当にいいやつだな。はい。こんな広がり方する？上から行こうか。アイテムあるし、オッケー。だいぶ削られました。次から次へと闇が襲ってくる。キリがないな。助けてくれ。あの光は、おおおおお、あ、思い出の記憶。はじめまして、リリア様。セベク・ジグボルトです。おいおい、子供セベク来た。天下無双と謳われた伝説の右大将殿に稽古をつけていただけて光栄です。こいつ変わってねえな。今日からよろしくお願いします。元気いっぱい。あれ、失勢頃のセベクか。めっちゃいい子じゃん。よく覚えている。僕が初めてリリア様の家に稽古に行った日だ。元気がいいな。バウルによく似ておる。だがわしはもうとっくに現役を引退したただのジジイじゃ。そうかしこまらずともよい。はい。いや、緊張するよな。シルバー、お主の弟弟子が来たぞ。挨拶せ、シルバー。あ、シルバー人見知りか。まさか。さて、さっきまでその辺で一人で鍛錬していたはずじゃが。あ、いないんだ。寝てる。ああ、そういえばシルバーのさ、寝ちゃうのってなんか原因がわかるのかな。あ、木刀を構えて立ったまま寝ている。おお、そこにおったか。おい、起きろシルバー。トト様、俺はまた寝ていましたか。トト様、ぐっすりとな。ほれ、昨日話した弟弟子のお出ましじゃぞ。あ、耳が丸い。俺と同じ人間。僕は人間じゃない。え、お前す、ちょっとめんどくせえ感じになってる。半分はそうだけど、鍛錬中に立ったまま寝るようなお前と一緒にするな。仲良くしてくれ。え、でも髪は寝癖だらけ、顔によだれの跡までつけてる。こんなだらしない人間が兄弟子なんて僕は認めないぞ。どうやって仲良くなるんだろう。トト様、なんであの子は怒ってるんですか。うん、先が思いやられるの。頑張れリディア。おめえら昔から何も変わってねえんだぞ。ねえ、いや面白かった。シルバーと一緒にするな。僕はあいつよりちゃんと成長している。下にしよう。あいつはここにいないようだ。どこかで眠りこけているのか。まったく、なんか変わらない関係いいね。続く。おお、バトルがないマップ、初めてではないけど久しぶりだな。左上行きましょう。オッケー。なんだ？そこだ。部屋。記憶が。勝負あり。シルバー一本。え、シルバー勝ち？ありがとうございました。大丈夫か、セベク。うるさい。もう一回だ。おお。頑張ってんじゃん、セベクも。すぐにお前から一本取れるようになってやるんだからな。
その息じゃセベク、鍛錬を始めたばかりなのにそれだけ動けていれば大したものだぞ。お前は祖父に似て筋がいい。あ、本当ですか？セベク、もう一回だ。次も負けない。もう頑張ってる二人とも。望むところだ。行くぞ。結局僕がシルバーに勝てたのは数えるほどだ。このままあいつにいなくなられては勝ち越されてしまう。早く見つけなくては。お、これはダメージアップ。取り手行くか。こっからオッケー。ちょっとバトル多いな。もうヘトヘトなんだぞ。いや、かなり来たよ。シルバーのやつどこにいるんだ？また指輪？テーブルの上にあるスプーンを魔法で引き寄せてみよう。こうスッとしてバッって感じじゃ。説明下手すぎんか。スッとしてバ。これでわかるんか。スプーンめ動け。それ略戦するわ。お主らもっと肩の力を抜け。魔法に力はいらぬ。まずダラーンとして、次にスッからのバッ。スッからのバッ。何を笑っておるのじゃ、マリウス。いや、マリウス様見てんの？いや、お前の教え方は昔から変わらないな。感覚的すぎて、僕も理解するのに苦労した。シルバー、セベク、僕と同じようにしてみろ。これめちゃくちゃ光栄なことなんじゃない？呼吸を整えて、手を前にかざし、スプーンに糸をかけるところを頭の中でイメージする。魔力の糸がスプーンにかかったら一気に手繰り寄せる。川で魚を釣り上げるのと同じだ。手を前にかざしてスプーンに糸をかけるイメージ、そして魚を釣り上げるように。来い。お、できた。魔法でスプーンを引き寄せられました。すごい、できるじゃん。なに、シェベクも負けてらんない。ありがとうございます、マレウス様。僕は何もしていない。見ていてください、マレウス様。僕も成功させてみせます。これ、シェベク、だから力むなと言うておろうが。楽しそうだな。平和だ。結局僕が自覚的に魔法を使えるようになったのはこれから1年半ほど後のことだ。結構苦労してんだな。それでもリリア様は根気強く稽古をつけてくださった。たまにリリア様を訪ねていらっしゃる若様も僕たちを見守ってくださって。すごい愛情に包まれてたね、二人とも。こんなところで終わらせはしないぞ、絶対に。バフもゲットしたということでね、次回回復したらバトル一つずつやっていこうかなと思います。このマップバトル多くて結構大変ですけどね。頑張ってやっていきます。まあ、ミステイマもなくなったということなので今回これで終わりにします。いや、マジでさ、シルバーとセベクよ、お前たちどうなっちまうんだって感じだよな。なんか全てを知った後のセベク、なんて言うんだろうな。まあ、セベク優しいからさ、受け入れてくれると思うんだけどさ、なんかそれでシルバーがさ、
納得するのかみたいな、そういうのもあるじゃん。なんかその辺がね、すごい先がちょっと分かんなくて辛いですけど、また続きやっていきたいと思います。では今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。